海老根さんも口を開けておりました。いや、社会来てたんじゃないですか。まあ、本当にそこからの踏み直してるんですかね。そうですね、落ち着いて、まあ、作戦も前取っていけるような、粘られないようにっていうのが前提で行ったんで、さーっと行って、まあ、海老根さんはなんか見た感じ、まあ、ずっとこう7割ぐらいでこう行っているように。まあでも、かまつるのはもう自分の中で任せたんで、あとはもう海老根さんとの勝負、しっかり、はい、まあ、こういうケースも、はい、まあ、地元のところでこう来てるのも増えてきてはいると思うんですけど、そういう時の心境みたいなのはどうですか。いやでも誰がついても自分のレースをするっていうのは、変わらないと思うんで、それがしっかりできればというか、そのそうですね、まあ、結果にもつながると思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、行くとこちゃんと行けるようにと思って、まあ、結果まくりだったんですけど、そのしっかり押し切れたという部分はやっぱり、まあ、自信にも。そうですね、でも本来なら、自分は綺麗で勝負する選手ではないと思うので、まあ、その辺も考えながら、これからやっていかないとは思う、いかないといけないと思うので、まあ、また明日、まあ、どういうレースするか、今後につながるとは思うので、確かにその、明日はもろに本当 G1 で戦って、はい、より勝負していく相手になりそうです。はい、まあでも平原さんにも武田さんにも、もう自分の強みをよく把握した上でレースしろっていうふうに言われてるんで、その辺自分で、あとは自分の気持ちとの自分のそのレースに対するあれ次第だと思うので、吉田武田らしさを確立していきたい。そう、本当その通りですね。その今おっしゃったことを同じように言われたんで、伝えられるように、武田さんも平原さんも見てると思うんで、下手なレースはしないように頑張ります。